これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったんなら、つかみはそれでバンジー OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そんな10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、逃さないように、忘れないように。
どうもひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。今日もリクエストいただいたカバー曲から歌わせていただきました。コメントにて勝平さんからリクエストいただきました。ありがとうございます。オフィシャルヒゲダンディズムさんの、115万キロのフィルムという曲を歌わせていただきました。お恥ずかしながら初めて知ったんですけど、いい曲ですね。今回も本当にトライをさせていただいて、歌いたいなって思う感じで歌えなかったりする自分がこう毎度いたりするので、もどかしさを自分自身に感じたりとかしながら、私なりにはなってしまいますが、一生懸命歌わせていただいてます。皆さんにも楽しんでもらえてるといいなと思います。ということで勝平さん、ありがとうございました。いやもう私多分ね、今年はもうほとんどカラオケボックスはね、こういう状況もあるので行けなかったんですけど、なんか本当次行く時があったら、私多分相当いろんな曲を入れられるようになってるんじゃないかなっていうふうに思います。さて皆さん、元気に過ごしていたでしょうか。先週言ってたようにクリスマスツリーを飾りました。クリスマスっぽいですね、やっぱね。これね、画面で見るとあんま分かんないかもしれないですけど、大きいんですよ。立つとね、こうちょっと上に上げるか、ほらほらほら、そう、私より大きいんですよこれ。すごいでしょ。ちょっとね、ちょっと袋が見切れてますけど、1年ぶりに出しました。はい、1年ぶり。まあまあクリスマスツリーって1年ぶりですけどね、毎度ね。でも海外とかね、やっぱ四季がない国とかってこうイルミネーションとかずっとありがちですよね。さすがにこれだけ大きいので一年中ね出しておくわけにはいかないので、ずっとねしまわれていたんですけど、出しました。こう飾っててすごいね、楽しかったです。ウキウキしました。クリスマスソングを歌いながら一人でやったんですけど、皆さんにもクリスマスの雰囲気が味わってもらえればいいなと思います。もうね、12月にがっつり入ったので、もうお仕事も忙しくなってきてるんではないでしょうか。少しでもここでゆっくり一息ついてもらえたらいいなと思います。ということで、ひろみずチャンネル、今日も元気にスタートさせたいと思います。どうぞ最後までゆっくり楽しんでください。はい、ひろみずムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介させていただく作品はこちら、ベラドレイクです。2004年イギリス映画です。監督脚本はマイクリー。これはね、もう本当にいいなっていう作品なんですよ。以前にご紹介させてもらったバペットの晩餐会っていうね、これはもうムービーセレクション始めた最初の頃にご紹介させてもらってると思うんですけど、この作品にも通ずるようなところがあるかなと。このベラドレイク、本当こういう映画こそ本当にたくさんの人に見てほしいし、知ってほしいなって思う、すごくいい世の中になると思うんですよね。すいません、なんか思いが強すぎて。まずはあらすじを紹介させてください。舞台は1950年代のロンドン。主人公のベラは最愛の夫と2人の子供に囲まれ幸せに暮らしています。お金持ちの家の家政婦をいくつか掛け持ちしながら、自分の母親の介護、そして隣人たちや他人さえも困っている人を放っておけず、いつも手助けをして回っていました。そんなベラを夫も子供たちも理解し、とても愛しています。夫のスタンは弟の経営する小さな車の修理工場で兄弟2人仲良く働き、社交的な息子のシドはスーツの仕立て屋で、内向的な娘のエセルは工場で電球の箱詰めの仕事をしていました。近所に住む一人暮らしの男性レジーがあまり栄養を取れていないことが気になっていたベラはレジーを食事に招きます。小さな食卓を囲み、貧しくも家族や隣人と幸せな晩餐をとって笑いの絶えない日々。しかしベラには誰にも言えない秘密がありました。それは望まない妊娠をしてしまい困っている女性たちを助けること、つまり堕胎の手助けをしていたのです。しかし当時のイギリスでは堕胎は法律で禁止されており、大罪でした。
いやーもうね、あらすじを読んでるだけで思い出して泣けてくる。この作品はですね、ベネツィア国際映画祭で金獅子賞っていう最高賞を受賞している作品です。ギブアンドテイクっていう言葉がねありますよね。このね、ベラにとってはね、きっとこのギブアンドテイク多分ピンとこないと思うんですよ。こうギブギブだとなんか損をしてるような、そしてこうテイクテイクはけしからんっていうような、なんていうのかな、まあ、そういう常識がまあこうありますけど、多分ねベラはね、もうギブギブが当たり前なんですね。もうそんなこと別に疑問にも思わないような、本当本当に天使なんだと思います、うん、で旦那さんのスタンっていうね、とても素敵な旦那さんがいるんですけど、この旦那さんはそのベラのことをすごく理解して、すごく尊敬もしているんですね。でとても愛していて、弟と一緒に2人だけでこう働いているんですけど、そこでね、お互いの妻についてこう少し話すシーンがあるんですね。でこのシーンで弟の方がベラっていう本当に素晴らしい奥さんをね、もらって、兄貴は幸せだよと、ベラの心は黄金の心だみたいな感じのことをなんか言うんですよ、うん、でそれに対してね、スタンがいやダイヤモンドの心を持ってるんだって言うんですよね。弟の奥さんっていうのはこれがまた対照的な奥さんなんですよね。ちょっとね、ああもうかわいそうだなって思うような、うん、弟の方の奥さんの存在っていうのがなんかよりこの映画のテーマだったりとかをすごくリアルにしてるっていうのかな、うん、そんな感じがするんですよね、うん、深いなと思います。ある意味ね、この作品ちょっと宗教的でもあるのかなっていうふうに思います。考え方とか、うん、良きこと、そのまた真逆にあるいわゆる悪とされているようなものっていうものがこうパキンと割り切れないっていうのかな、こうその両極端がこうぐるっと回ってこう一個になってしまってるっていうような、うん、バペットの晩餐会もそうだったんですけど、あれもやっぱりこう宗教的な観点からもすごく書かれていて、うん、生きていくためにみんなでこう決めてきたルールっていうんですかね、まあ、法律とかもそうなんですけど、なんかそういうものってやはりそこにはどうしても収まりきれない部分っていう、割り切れない部分っていうのがどうしてもあるじゃないですか。ベラのやっていることすごく善でもありすごく悪でもあるっていう割り切れない、なんかそういう漠然とした感覚ではなんとなくみんな気づいてたり分かってたりするんだけど、言葉や何かで表現するのはすごく難しいようなことをこの作品では表現していると思うんですよね。考えさせられるし、こうまた問われているような作品だと思います。この作品に出てくる登場人物たち、もうベラとベラのその家族だったり、もうみんな大好きなんですけど、その中でも近所の男性レジ、このキャラクターはね、もう本当に好きです。セリフも立ち振る舞いも、もう存在自体が本当にね、心がね、なんか震えるっていうんですかね、本当ね、見てほしい、見て感じてほしいなと思います。人の痛みっていうか、分かった上で語りかける言葉たち、多くを語るわけじゃないんですけど、それがね、もう本当にしびれますね、うん、一番好きですね、本当見てほしい。でこのベラとスタン、この夫婦のやり取りとかシーンがね、本当にね、心が温まるんですね。で見終わった時にも、見てる最中もそうなんですけど、もう自分のそばにいてくれる人たちを本当に大事にしたいなっていう風に思わせられるというか、うん、そんな作品です。でね、クリスマスのシーンなんかも出てくるんですね、うん、だからこれからどんどん寒くなっていく冬ぴったりの心温まる作品じゃないかなと思います。興味がね、もし出てきたよっていう方はもうぜひ見てほしいなと思います。ということで今日ご紹介させていただいた作品はベラドレイクでした。次回紹介しようと思う作品なんですけど、クリスマスの回になってくるので、クリスマスっぽい映画をいくつか選べたらいいなと。あと、まあ、いつもね、こう私が好きな映画を皆さんに紹介させてもらってるんですけど、逆に皆さんが好きな映画でこの映画クリスマスにちょうどいいから取り上げてみてっていうような、なんかそういう作品があったら、それももしよかったらコメントで教えてくれたら嬉しいなと思います。
なんかそんなムービーセレクションのコーナーにできたらいいなって、あのこのクリスマスは、うん、ということで次回もお楽しみに。ひろみずムービーセレクションのコーナーでした。オリジナルソングのコーナー、今日はコメントでリクエストいただいた曲を歌いたいなと思います。ナオトさんからのリクエストで Never Give Up という曲を歌いたいと思います。でライブをやるときはほぼ毎回やっていたかなと思います、この Never Give Up は。で今年はねライブができなかったっていうのもあったので、本当に皆さんの前で歌うっていうことがなかったんですけど、なので今回ねこうやってリクエストいただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。またね皆さんにライブで会えたらいいなっていう思いを込めて、歌いたいと思います。それでは聴いてください。 Never Give Up。 眩しいあの光にもう一度私服タイムのコーナー。今日試食してみるコンビニスイーツはこちら、じゃん。
恋する火曜日の極上パンプディング、この恋温めますか。恋イコールスイーツみたいな感じなのかなと思って、あ、なんかそれいいなっていうのと、温めますかっていうのがセブン温めるバージョンのスイーツも出したんだ。まずそれ温めたいと思って、けどお家に帰ってきてよく見て、あの初めて気づいたんですけど、この恋温めますかっていうドラマがあるんですね全然知らなかった番宣スイーツだった。早速開けてみたいと思います。パンプティングっていうのを初めて食べますね。プティングはあるけど、見た目こんな感じです。下食パンがね入ってますね。あ、美味しそう。お、美味しそうな気がする。あー、うん、メイプルシロップの香り、あのケンタッキーのスコーンのシロップみたいな、あれ美味しいですよね。あのケンタッキーのスコーンのメープルは、あのメープルだけ買って家にありますね。これあれば、あ、食パンでも何でもあのケンタみたいな、ああいうスコーンみたいな美味しさになると思って買ったんですけども、なんかやっぱあのケンタのスコーンとの相性がすごいいいんだなって思いますね。なかなか減らないんですけどねお、結構重みがある。いただきます。甘い。フレンチトースト、うん、フレンチトーストみたいな感じがありますね。うん、フレンチトーストになんかちょっとこうプリンが絡んでるみたいな、ドロッとしたあのプリンが絡んでるみたいな感じかな。かなりしっとりしたフレンチトーストって感じ。うん、美味しい美味しい。甘いのが好きな人だったら好きかもしれない。甘いの苦手だったら結構甘いかも。うん、食パン感が結構あるところ行ってみようかな。なんかね、四角っぽさがまだ残ってるところ、この食パンが入ってるっていうのがアクセントがあって美味しい。うん、この声温めますかって、テレビを本当に見ないんですよ。あのね、疎いんですよね。だからもう流行にはほぼ乗り遅れますね流行語大賞今年の、さすがにね3密はもちろん知ってますけど、でもあのフワちゃんとかなんかよくわかんないんですよね。なんだろうフワちゃんってみたいな、ごまちゃんみたいな感じなのかなみたいな。でもそんな困んないからいいかなと思うんですけどね。食パンが入ってるってことはパン屋さんのドラマなんじゃないですか、想像だけど。あ、そうだ、先週ねお話ししたと思うんですけど、ちょっとね体調をね崩してたんですよ、ここんとこ。病院にね行ったんですよ、本当に。それも久しぶりに。コロナっていうね、こうまた状況もあったりするので、まあ座席とかみんなこう気を使いながら、病院側もそうですけど、まあ本人たちもこう気をつけながら、こう席をこう開けながら少しずつ患者さんをおいなりにこう座って待ってたんですね。で、結構待ち時間の長い病院なんですよ。ちょっと大きめなのかな。こう診察室が前にボン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 ってこういくつかあって、こう内科とか整形外科とかこうなんかいろいろこう書いてあって。で、そこからこう看護師さんがパッと顔を出して、何々さんって呼ぶわけですよね。お入りくださいって言うわけですよ。で、それをみんなこう待ってるわけですよね。バッと開けて看護師さんが、あ、誰か呼ばれるなって、みんなこう待ってるからこうバッと集中するわけですよ。誰の名前が呼ばれるのかなみたいな。だから、まあ、ちょっと私じゃないんですけど別の人が呼ばれて、その、まあ、ちょっと仮名で佐藤さんとかにしとこうかな。佐藤さん、インフルエンザの方ですよね、こちらどうぞ。言います、普通インフルエンザですよねって、んってみんななるじゃないですかで、そこでスッと立ち上がったのが私の隣の人その呼ばれた人もなんか2人で来てたんですよ。多分介護の方なのかな、1人は若めの方 で1人はもう5年配の方で、付き添いの方の方なのかな、がなんかこうブツブツちっちゃい声で、インフルエンザって言わなくてもどのこのとか言いながらこう歩いて行ってた。みんなハテナでしたね。でも誰もそれに対して言わないですよね、ああいう時。思って、絶対思ってると思う、みんな。私もちょっと心の中で、あれ今、インフルエンザですよねって言ったかなっていうふうに
思ったんですよ。で、あのこっちサイド、私のこっちに座ってた人が佐藤さん、まあ、仮名ですけど、まあ、呼ばれていたんですけど、逆サイドのねちょっと離れたところに座ってた女の人が、あのこっちの方を見ててで私と目が合ったんですよ。こうマスクしてるんで表情はよくわからないんですけど、こう目くわせっていうのかな、こうなんか目からみたいな感じで言ってきて、まあそうですよね、あ隣だったよねみたいなことだったのかな。インフルエンザじゃないといいですしね、コロナでもないといいと思いますけど、うん、冗談かと思いましたよ。言わないですよね、もしそうだったとしても。普通に佐藤さんどうぞお入りくださいでいいと思うんですけどあ、すっごい爽やかにインフルエンザですよねって想像してなかったし、誰もそんなね予想をしてそこに座ってなかったので、あの結構みんな目が覚めたと思います。だってちょっと離れたところに座ってた結構ね陽気なあの男のご年配の方がいたんですよ。あそこの病院のお医者さんとか、あと看護師さんが通るたび、かかりつけの病院なのか、すごくね仲良くして陽気によく喋ってた方がいたんですけど、その人さえもその瞬間からしばらくの間黙ってましたからね。シーンってしてましたからねハテナだったんでしょうね。でそれでしかもね、またしばらく経ってから呼ばれた人の名前が、あの長嶋茂雄さん、何番お入りくださいっていう風になんか呼ばれた人いて、えぇ、ってやっぱ思いますよね。あ、長嶋茂雄。そしたらその陽気なおじいちゃんでしたが長嶋茂雄さんだった。だからそのインフルエンザ発言もそうだし、長嶋茂雄さんもそうだけど、なんかこれ何かのドッキリなのかなってちょっと思っちゃいましたね。そんなことってあるって思うようなでもよく考えてみたら、さすがにこの今の状況で病院でドッキリなんていうことはないだろうとしばらく壺に入って笑ってましたねあれと思いながら、でもまあある意味こう長い待ち時間が、まあ、それのおかげで結構楽しかったっていうのありますけどねはい、じゃあ最後の一口、美味しかったです。だらだらと喋ってしまいましたが、お付き合いありがとうございました。はい、ということで今日試食してみたコンビニスイーツは恋する火曜日の極上パンプディングでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。私は今日これからですね、ホラー映画を見ようかなと思ってますなんでホラー映画かっていうとね、こう体調を崩したっていうのがなんかちょっと結構ショックで散々もう免疫力上げていきましょうねとか、あの運動も大事ですよねとか、この番組でも結構言ってきてたのに、皆さんにもそれなのにちょっと崩したので、でホラー映画を見ると人はね、怖いものから身を守るために免疫力が上がるっていうのを聞いたことがあるので、癒されるものではなくてちょっと強い感じのホラー映画を見てあげていこうかなと。あとはまあこうストレスをためるのも免疫には良くないので、やっぱこうスイーツを買いに行こうかなと、毎度ですけどもセブンまで行ってこようかなと思っています。はい、来週のひろみずチャンネルはお休みしたいと思います。なので次の更新は24日のイブになるかなと思います。あのどういう風にしようかなって今ちょっと考えているところなんですね。まだちょっと日にちがあるので、クリスマスにこの曲歌ってっていうようなのがあったら、あの教えてくれたらと思います。あとクリスマスにまつわるエピソードとか、もし書けるようだったら書いてくれたら、あの嬉しいなと思います。はい、私もクリスマスならではのお話が何かできても楽しいかなと思ったりもしているので、どうか楽しみにしていてください。あと1日頑張ればまた週末が来ますね。本当ね、寒くなってきたので、これ本当あの 家の中あったかいけど、外出ると結構寒かったりするじゃないですか。でやっぱね、あの温度がね、こう急にやっぱ変動すると、それだけで自律神経ってかなり狂うらしいんですよね。あの本当に気をつけてほしいなと思います。暖かくして過ごしてくださいね。ということで最後までありがとうございました。次の動画でまた元気にお会いしましょう。ひろみでした。バイバイ。疲れたあなたを癒せる私で